はい、みーちゃんです。今日はね、沖縄から友達が来てて、仕事も昼上がりをして、今からちょっと会いに行きたいと思います。会うのはね、約1年ぶりぐらいに会うんですけど、ちょっと着替えてこんな感じで入って、今から出かけたいと思います。行ってきます。ゴーカートに来ました。初めて、初ゴーカートに乗ります。あの、もう自分で動けないときは僕たちスタッフが助けに行きますので、車に乗ったままお待ちください。はい、わかりました。はい、車に。ただいま帰ってきました。結局ね、いろいろ撮れなくてね、なんか撮るのも忘れてて夢中で遊んでました。さあ、今日も飲みながら行こうかな。なんかお腹減ったのでね、なんか軽くおつまみを作っていきたいと思います。今日も一日お疲れ様です。乾杯。実はじゃーん、これはね、出産祝いに行った時のお返しで友達が送ってくれて、このステーキ、サーロインのステーキを焼いてちょっとおつまみしようかなと思ってます。焼く前に塩コショウを直前に振って焼くらしい。じゃあ焼いていこう。ちょっとね、チンしたら焼けちゃった肉が、まあいいか、これで塩コショウか。美味しそうやろ。焼こう。いい音、いい感じに焼けたかな。で、みーちゃんはちょっとマーガリンを乗せて、で、ステーキにはワイン、前回開けれなかったワインをこれで開けます。ワインって家で飲むことないからさ、まだかな。おお。ん？こうやって引っ張るかな。え、どうやって引っ張ると？わからん。これどうやって引っ張ると、これワイン。これ？いや、できん。絶対あんたできん。あ、これで全部吐き込んで。で、あ、マジ抜くわけね。いけ。ちょっと待って、みーちゃんなる。いけ。これ何、これ、あ、楽しそう。あ、ちょ、マジマジ、ちょっと何これ、やば。みーちゃんだったらいけるよ。あ、ねえねえ、硬くない？痛い、手が。どれがしてあげるよ。できんって絶対。あ、ワインが、ちょっと待って、コルクがやばい。開かない。これなんかね、友達に借りたいんやけど、なんかおかしい。もう諦めますってことで、じゃあこれを晩酌にいただきます。赤いよね、何やろそれ。壊していい？いいよ、全然。いただきます。うん、おいしい。
や多分ね絶対そういう開き方じゃない。なんか普通こうしたらピュッて開くっちゃうけど、それなんかおかしい。それが焼き肉のタレかけよう。うん、うん、美味しい。いいよ、いいよ、触って言ったわけでも怒けないよ。まだなんかお腹減ったのでちょっと物色しよう。焼きそば食べようかな。いただきます。生卵やばい。ここにちょっとマヨネーズを。やばい太る。うん、間違いない。もう卵は全部かき混ぜます。うまっ。ごちそうさまでした。お風呂も入ってきてお酒ももう結構飲んだので、そろそろ寝たいと思います。明日も仕事なんでね。最後まで見てくれてありがとう。じゃあおやすみなさい。バイバイ。